秘宝、ワールドカップで大活躍した権田修一さん、森保監督に振られて3月の代表戦に選ばれない模様。日本代表の森保はじめ監督が、今季は J2 でプレーすることになった清水のゴールキーパー、権田修一の招集を見送る方針を示唆した。その理由として、代表活動の時も J2 は試合がある。もちろん J2 にもいい選手がいるし、将来の J リーグを盛り上げてくれる選手はいると思うが、でも日本の最高峰は J1 だというところ。そこを目指した上で日本代表、世界も目指していくという我々の優先順位をつけて見ていかなければいけない。平等には見ていきたいが、招集やチーム編成ではよりレベルの高いところから考えていくと、J2 でプレイする権田の招集は見送る公算が高くなった。え？それ J2 以下にいい選手いても、何の希望もないってこと？良い選手なら J1 か、海外からオファーあるからな。まあ1年ぐらい別のゴールキーパーで問題ないよね。来年 J1 復帰できなかったら、さすがに移籍するでしょ。去年のワールドカップの時点で実質 J2 じゃん。何を今更。だったら王数だからって微妙なリーグから呼ぶなよ。なら J2 レベルのすっとこも招集禁止な。弱いチームのゴールキーパーの方が経験値上にだ。J2 は代表リーグもリーグ戦があるから、まあ権田が相当ズバ抜けてるなら招集するべきだが、そうではないからな。ドイツ戦のフルボッコタイムの連続セーブは歴史に残る。もう十分な伝説を残したと思う。川島が粘ったからみんな経験値不足だからな。スミットに中村に谷と試したい選手が何人もいる。J2 の正ゴールキーパーをシーズン中に招集したら、そのクラブの経営にも関わってくるからな。清水としても自分のクラブが試合してる時に、権田持っていかれるのきついだろ。それに権田クラスのゴールキーパーなら替えが利く。森保は正しい。三笘を使いこなせなかったのは、そういう見方しかできないからだったのか。代表はできれば20代で構成したい。ワールドカップの過密日程を乗り切るには、技術もだけどやはり若い体力が必要。さすがに J2 でも、権田がシーズン50ゴールぐらい決めたら余分ちゃう？